なんて？もしもし？え、ほんまに？俺慎太郎やで。今日が生んだ奇跡のイケメン慎太郎ですということで始まりました。今日の企画、わわわわわわわ、斉藤さんでファンと待ち合わせして繋がるかやってみた、よいしょ。今回の企画なんやけど、斉藤さん前やったんや、その俺の知名度調査ってやったんやけど、もうまず喋ってくれんのよね、斉藤さんって。まずもう男やと。だからもう、じゃあこれは逆に斉藤さんって今思ったら、あれってランダムに当たんねんけど、時間を待ち合わせして電話したら繋がるんかなっていうのをやってみたくて、これはどういう風にやっていったかっていうと、時間を指定してあらかじめインスタのストーリーで9時半から15分間と10時から15分間、10時半から15分間、11時から15分間のこの月4回やって、トータル1時間やって、まあどれぐらいファンの方と繋がれるかなってやってみたんやけど、まあ面白い結果が出たからぜひ見てくださいということで、レッツマッスル。ではあと1分ということで、早速ほんまに繋がってほしいね、これガチで。うわ、繋がるんかな、ドキドキするな。あ、鳴った、鳴ったからかけていくね。もしもし、もしもし。あ、ちゃうと、やっぱムスいんかな。もしもし、僕のことって知ってます？知らないですか、すいません。じゃあまたかけ直します、ごめんなさい。てっきり繋がったから知ってる人なんか、また女の子やったし。もしもし、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 まったく繋がらへん。やばい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 って。あ、誰か、あ、もしもし、あ、もしもし、僕誰かわかります？え、なに？そう、正解。すげえ繋がった。おめでとう、一人目や、しかも。ありがとう、ほんまに。今何歳？あ、28なんすか。僕の年上ですね、じゃあ。ええー、全然、もうむしろ嬉しいっすわ、僕は。ほんまに見ていただいて。お母さん、お母さん別にいいっすよ。もしもし、おか、あ、母です。いつもお世話になっております、ほんまに。僕のこと知らないでしょ、お母さんは。いえ、全然大丈夫です、ほんまに。全然僕のこと知らなくて、もう、僕の、何をそんなそっちで楽しんでるんですか？あ、全然全然大丈夫ですよ。すいません、ごめんなさい、忙しい。で、お母さんに変わったんですか？さっきまでお母さんの耳掃除してて。お母さんの耳掃除をしてたんですか？仲いいっすね。ね。彼氏に電話するって言ったんですか？あ、お尻に電話するって。いや、全然彼氏って言っていいんですよ、そこは。彼氏って言って。僕はもう嬉しいです、こんな年上のお姉さんに応援してるだけで。じゃあまた次待ってる方いると思うんで、また会いましょう。大好きです。じゃあね。え、お母さんに言ってもたすか、僕。ありがとう、ほんまに。はい、ということで一人目がね、終わったんですけど、もう可愛らしい、なんせほんまに可愛らしい。次行くわ、もうどんどん、あと5分やるから行ってきます。はい、終了、第1波終了。いやー、けどよかったね、さっきの一人目の子めちゃくちゃ嬉しかったな。第2話スタート。いきなり繋がったら面白いな、これ。もしもーし、誰かわかりますか？繋がらねえ、ラスト1回、15分になってもた。ラスト1人、もしもーし。ダメや、繋がらんかった、まさかのこの15分間やって。第3話、あと1分で始まる。次こそは誰かと繋がりたい。まあ、今なんかインスタ見てたらめちゃくちゃかけまくってるってみんな言ってるから、マジで繋がってほしい、喋りたい。みんなと喋りたいよ。もしもし、誰かわかる？ケントじゃない、ごめんね、ケントじゃない、切るよ。もうそんな時間ない、もうファンのためにもすぐ繋がらんといけん。もしもし、誰かわかる？ケントじゃないよ、さっきのやつじゃん。2回連続ケント、おかしい。え、まあ、はい、終了。俺もっと繋がると思ってたんだ、ぶっちゃけさ。斉藤さんやっと人数あんまおらんと思ってたから、次の15分でもラストやからね。また15分後かけたいと思います。ではよし、いった、11時11、これラスト、繋がってくれ。さあどうなる。もしもし、誰かわかりますか？ダメです、早速ダメです。もしもし、慎太郎って知ってます？え、あの、インスタやった、あ、TikTok でしたっけ？おー、え、マジ？ほんまに？あー、で、そうやって話になったんや。慎太郎さんと繋がりたいんですよ、って。うんうん、その女の子と何回か当たって。おえー、悲しいな、なんかその子と当たってあげたい。名前なんていうの、その子、ちなみに。名前わかんないんですけど、プロフィールのとこに慎太郎さん探してます、みたいな。あ、なるほど、オッケー、ちょっと時間ないから急いで。じゃあまた、ありがとう、ほんまに。はい。
はい、失礼します。かわひい慎太郎さん探してますとか、かわいすぎるやろプロフィールに。それはもうぜひ繋がってあげたい。イグイってよしよししてあげたい。今回もひたすらかけるが全く繋がらず諦めかけていた。その時急に視線を送る慎太郎、そして何かを確信したかのようなエビパッチン。慎太郎慎太郎、え、なんて、おじゃんし、え、ほんまに俺慎太郎やで。あのあれインスタ見て来てくれた、マジやった、ほんまに。いや、よかった、繋がって。俺もう全然繋がらなくてさ。何時からやっててくれてたん？マジよかった、繋がって。実は2人目なんよ、実は。そうやね、もう全然繋がらなくて一生かけてたんやけど俺一応ビデオ通話しとくね、これ一応よかった繋がれて、マジで嬉しい。あー、初めまして全然そっちにはあの動画には映ってないようになってるから今。ありがとうございます。もうめっちゃやばい、こんな顔で会うの。いや可愛いやん、好き、今日なんか電波悪い、なんかめっちゃ俺も普通にちゃんと映ってない、結構画質悪い。あれ、もしもし、あれあー、切れてもた。多分 Wi-Fi とか外してもたんかな、もしかしたら。 あと3分あるから急いで行こう。いや、今日めちゃくちゃいいコースやった、嬉しい、めちゃくちゃ。あと1人、15分になってもた、これで最後。もしもし、慎太郎です。はい、終了ということで、2人繋がりました。検証結果、リアル何人ぐらいかけたんやろ。1時間やってリアル100人ぐらいいったんちゃうかな。100人かけて2人、なかなか難しいなこれは。お前ありがとうね、みんな協力してくれて。さすがに繋がらなすぎて、でその DM とかいろいろ見てたら、めちゃくちゃずっと1時間ぐらいかけてくる続けてくれてたのに繋がらない人とかが多くて、ちょっと申し訳ないから、キーワード慎太郎でかけて、最後20分間ひたすらみんなにお礼言っていこうかなと思って。で、俺言っていきます、どんどんこれで繋がると思うから。もしもし、ありがとう、ほんまにいっぱい電話してくれて。もしもし慎太郎です、ありがとう